はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。暑いんですけどね、冷房入れました、この部屋26度ですね、今ね。なんか30度に設定してるのに26度になる。今切りましたけどね、いい感じですわ。千代田区33度、暑いですね。今日は35、6行くでしょうね。日経平均は今11時ですけども、マイナス 0.44 と動いてません。ドル円もですね、140.0、139になりましたね。 139.7776 に変わりました。ドルウォンでございまして、1271ですね。はい、いきましょう。今日は木曜日でね、そんなに私の周りは動きはほとんどないですね。行きましょう。本題は産経新聞でございまして、これは昨日の18時35分ですね。共産が発言撤回求める抗議文、維新は拒否、大阪では共産口汚く維新退場というなんかあれでございます。読みましょうね、本文。共産党は26日、日本維新の会の馬場伸幸代表がインターネット番組で、共産を日本からなくなったらいい政党だなどと発言したことをめぐり、維新に撤回を求める抗議文を提出した。維新側は拒否した。そんな、別にそんな言う、そんなに目くじら立てることないやん共産党なんかいらんやんって言うてるだけでしょ。それについていらんって言われるのそんな嫌なんね。維新の馬場さんに言われたって別に一政党の党首でしょ。ええんちゃうの別に。岸さんが言うたらちょっと問題かもしれませんよ、それは。俺、あるいは大臣が言うたらね、もうちょっと問題かもしれませんけど、一政党の党首でしょ。与党ですらないわけでしょ。いやそんな別にと思うんですけど、共産の小池晃書記局長が国会内で維新側に抗議文を提出した。政党が他党の政策に対して批判し論争することは当然の権利だが、なくなったらいいと存在そのものを否定することは民主主義を蹂躙するものであり、到底許すことはできないなどと撤回を求める内容となっている。いいんちゃう別に一方、維新の藤田文武幹事長は26日の記者会見で、撤回する必要は全くないと強調した。まあそうでしょう。維新の本拠地の大阪ではかなり口汚く、共産も維新退場、さよなら維新という、私たちは共産がボロクソ言ってきたことに何の抗議もしていないと説明。共産は党内から異論が出れば除名してしまうようなガバナンスの政党だ、撤回する必要は全くないと。そうですね、民主主義を蹂躙するとかって言うてありますけど、共産党内民主主義ちゃうやん自分らだけ民主主義の恩恵を受けてるだけでしょ。言うてることもちゃくちゃですよ ね、共産側の、まあね、上品な発言ではないですよ。共産がなくなればいいというのは上品な発言ではないけど、別に目くじら立ててキャンキャン言う必要も全然ないやんということでしょ。政党同士ですからね、それくらいのことを言うでしょう。なんて言いますかね、こう名誉毀損に当たるような変なことを言えば話は別ですけど、いなくなればいいって、ええやんそんな別に。しかしそれ言うならね、いつも思うんですけどね、政党としてね、日本に必要ないのってね、共産党よりも公明党ですよ。あれ何のためにあるのっていう何のためにあるのかよう分からん政党でしょ。自民党の周票マシンの一部みたいな、ね、そんな役割しか果たせないわけだって。それで学会の人がですね、自民党の議員に入れるのは別に自民党の政策に賛成して入れてるからではないでしょ。あれ学会の上の方から自民党に入れろって言われてるから、はい、社内で自民党に入れようって入れてるわけでしょ。いらんやんそんなそれで公明党ってそもそも何したい政党かようわからんわけですよ。
なんか平和とかなんたらとか言うてますけど、ってそんなん別にあんたらが独自のオリジナリティあるもんでも何でもないわけでしょ。教育とか平和とか愛とか言うてますけど要はあんたらが学会守るだけでしょそれだけで人数が多いからという理由でですね、議員を出してるわけであって、それは公明党の方こそなんていうか民主主義というあのシステムを利用してですね、予算アホな国会議員を送り出して、あるいは地方議員を送り出してですね、税金を参植しているというふうに取るべきであって、維新もですね、どっちがいらんって言うたらね、公明いらんやんほんまに。で、共産党はね、党内では専制独裁で、昔は殺人事件まで起こしてる政党ですけども、一応あそこはね、政党なんですよ。共産主義やって言うてるわけですよ。で、主張もあれ、はっきりしてるわけですよ。だから、別にああいうのはね、存在悪みたいなもんでね、なくなるとまでは私は言いませんけどね、いや、なくなってほしいんだと公明党ですよ。別にあの宗教はどのものというわけじゃないですよ。あの宗教でしょと、勝手にやったらええやんという世界ですよ。でわざわざですね、議員を出してですね、そこに給料を発生させる必要は何もないわけですし、公明党が日本の政治に何か貢献したことあんのんかって言ったら、全く私は思い出せませんねあの10万円ばらまきぐらいですけど、あんなもんはね、政治とは言えないわけだってまあ、だからですね、その日本の政治にとって本当に必要はない、どれが必要ないかって取っていけばですね、公明党が一番ですよ。だって政治やってないのもん。そうでしょ。共産党はね、それいろいろ問題あるかもしれないけど、一応政党やと私は思いますよ。党内のいろんな問題あるけど、まあ、そんな好きな人がやってんやからええやん、そんな勝手にやったらと思います。で、その共産党が、ですね、いらんやんって言われて、馬場さんに猛烈に抗議してるって。何のためにやってんでしょうね。アホ丸出しやんって言われて。それやったことによってね、共産党の支持率が上がるんかっていう話ですね。アホなことやってんだよみたいなですね、そういうふうにしか世間は 見られないわけでしょ。で、抗議文手渡してみるとかって、さらにですね、共産党という存在が世間からバカにされるような行動だと私は思いますけどね。ふーんって言って、あの鼻であしらっときゃええんちゃうのということだと思いますけども、これによってですね、こうやってあれでしょ、メディアに取り上げられるわけでしょ。そうすると、まあ全く影響力ないですけど、私みたいな人間にちゃかされるわけでしょ。まあいいことなんもないと思うんですけどね。で、別にこれを抗議したことによってですね、共産党偉いな、賢いなと思う国民なんかもうこれほとんどいないんちゃいますかだからですね、まあ、維新も当然ね、無視してるというそのスタンスで間違いはないと思います。ある意味ね、その共産党の焦りの裏返しではないかなと思うんですよね。共産党いらんやんって言われて、もし本当にそういうふうに国民に思われたらかなんなって、いや思ってるわよそんなもん思ってますよ私は。でもね公明党と比べたら、やっぱり公明党の方がいらんやんっていうなるわけ、私の中ではね。まあだから維新もね、共産党いらんやんって言うまで公明党いらんやんって言ってほしいな、言うんやったらその方がおいおいおいだって私は思いますけどね。世間はどうでしょうね。公明党嫌いと共産党嫌いやったらね、ちょっと種類が違うと思うんですよ。同じ肝なんですけども、やっぱしね、宗教の方がおどろおどろしいんですよ、感じがね。どっちでもない人から見るとね、宗教の方がおどろおどろしくて、共産党の方はちょっと変わった変な連中ぐらいのレベルなんですよね、多分ね。だからですね、共産党にキャンキャン言うのも、共産党っても一定数いるわけですから、ある程度の凝り固まった人が。ねえ、しゃあないやん、攻撃しても。世の中ね、絶対自民党には入れへんって言うているんですよ、一定数。一定数必ず。2割はいないけど、1割ちょいはいるんちゃうかな、という気がしますよ。だからね、立憲民主党がね、あんだけ人気がなくってね、支持率 3% でもね、あれ、蓋開けてみたら、ね、もうちょっとマシな得票率があるわけですよ。できる日も取るわけですよ。
やっぱり自民党だけは嫌いやねっていう人がいるわけでして、その人たちの一番 IAB なところをですね、共産党が拾っていくわけであって、まああってもしゃあないや、あっても仕方がないやぐらいに私は思ってます。このですね、産経新聞のアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。